どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は速報ということで ANA がですね2021年春プレミアムポイント2倍キャンペーンっていうのを今ねやっているわけなんですけども、こちらをですね延長するっていうね発表が出たんですよね。本日はですね速報ということでちょっと短い動画になると思うんですけども、こちらをね簡単にね紹介していきたいと思います。このキャンペーンはですね、もともとね、2021年6月30日でキャンペーン終了予定だったんですけども、本日6月18日にですね、こういった感じで公式サイトにね、記載がされているんですよね。でですね、条件などはですね、7月1日に以降にですね、こちらの公式サイトに掲載するっていうのがね、書いてありますので、まあね、延長って記載がね、もともとあるものなので、個人的にはですね、条件などはね、おそらく変わんないかなっていうふうに思うわけなんですけども、もしね7月1日以降ですね条件とかねそういった大事な部分がね変わるようであればですね、またね動画解説ね出したいなっていうふうに思っておりますので、そちらもねもし出ましたらぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回のねキャンペーンのおさらいね一応しておきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、今回ですね延長されたのは2021年の7月1日から9月30日までということで、こちらのキャンペーンはですねもともと2021年の3月の22日からですね6月30日までというふうになっていたわけなんですけども、今回のねキャンペーン延長ということで5ヶ月以上ですねこのプレミアムポイントね、2倍キャンペーンが利用することができるっていった形になってるんですよね。で特典に関してはですね搭乗でね獲得できるプレミアムポイントが2倍になるっていう風になっておりまして、対象路線に関してなんですけども国内線全路線っていう風になっておりまして、提携航空会社が運航するコードシェア便についてはですね ANA NH 便名で予約搭乗された場合はですねこちらも対象となります。でですね対象運賃なんですけどもマイル積算率 75% 以上のね運賃がこのプレミアムポイント2倍はね適用されるっていう風になっておりまして、積算率 75% 以上って何ですかって思われている方もですね私の動画ね見ている方でいらっしゃるかなっていう風に思うわけなんですけども、プレミアムポイントのね計算方法自体ですね別に動画出しておりますんで、そちらね詳しく見られたい方はですねそちらチェックしていただければと思うんですけども、 ANA のね公式サイトで運賃のね積算率が全部ね見れるページがありますので、まあ、詳しくはねこちら見ていただければなと思うわけなんですけども、運賃1からですね運賃13までねありますよね。で運賃1から7までですね、こちら積算率が上から 150% から 75% ということで、今回のねプレミアムポイント2倍キャンペーンっていうのは 75% 以上のね積算率であればプレミアムポイント2倍ねもらえるっていう風になりますんで、まあこちらのね該当運賃例って書いてあるところの運賃で航空券ね購入していただければですねプレミアムポイント2倍はね獲得することができるっていった形になるんですよね。でこの1から7まではですね 75% 以上ということで、まあ2倍の対象という風になるわけなんですけども、運賃8からですね運賃13までの間ですね、まあ中にはね75を超えているのもねあるんですけども、 50% である運賃8ですね、こちらがまあ一番ね利用する機会が多いかなという風に思いまして、先日ね動画解説させていただいた ANA のねタイムセールありましたよね。あちらの運賃はスーパーバリューセールっていう風になりますんで、こちらのね運賃8の該当運賃例の中にスーパーバリューセールっていうのがねあると思うんですけども、こちらは積算率 50% っていう風になりますんで、このねプレミアムポイント2倍キャンペーンは対象外っていう風になるわけなんですよね。またね個別包括旅行割引運賃っていうのがね記載があると思うんですよね、この運賃8の中に。でこれはですね楽天トラベルとかヤフートラベルとかそういったツアーでその中にですね ANA のね飛行機を乗るパックツアーみたいなのありますよね、そういったものはですねこちらにね該当してくるっていった形になりますんで、まあこういったねパックツアーとかで利用した場合ですね運賃8が適用されるっていう風になりますんで、こちらに関してもですねプレミアムポイント2倍キャンペーンは対象外っていった形になるんですよね。でですね今回のこのプレミアムポイント2倍キャンペーンっていうのは
特にね、ステータスを保有されてないね、一般会員の方でもね、利用することができるキャンペーンっていう風になっておりまして、2倍になったプレーンポイントね、付与自体なんですけども、こちらはですね、まだね、公式サイト変わっておりませんので、今まではですね、5月に利用したらですね、6月に付与されるって言った形になりますし、6月にね、利用すれば7月にね、その2倍分が付与されるって言った形になりますんで、まあおそらくですね、7月以降もね、こちらのキャンペーン延長になった場合ですね、7月に乗ったら8月に付与、8月に乗ったら9月に付与、9月に乗ったら10月に付与みたいな感じでですね、まあ1ヶ月遅れですね、この2倍になった分のね、プレーンポイントが付与されるのではないのかなと思います。まあこんな感じですね、プライムポイントね、2倍キャンペーンがですね、延長になりましたということで、今回ね、速報で動画ね、撮らせていただいたわけなんですけども、個人的にはですね、本当にね、ありがたい限りなんですよね。私はですね、ダイヤモンド仕様ね、まだね、全然残っておりまして、今ね、プライムポイントが5万8000ぐらいだったかな。まあそのぐらいなんですよね。あとね、4万プライムポイントは頑張ってね、稼がなきゃいけないわけなんですけども、9月の末にですね、まあ緊急事態宣言が明けて、まあ、そこにね詰め込んでたわけなんですけども、私がね利用させていただいている路線っていうのは、先日ねダイヤモンド仕様を出した動画のバリュートランジット28の東京沖縄石垣島の往復ですね、まあ、こちらで利用しようって思ってたわけなので、またね緊急事態宣言がね明けると思ったら沖縄延長になってしまったので、もう一回ね払い戻してちょっと今後また考えようかななんていうふうに思ってたわけなんですけども、今回ねプレーンポイント2倍キャンペーン延長されましたということで、いやかなりねありがたいですね。私もねこの動画撮り終わったらですね、今ね6月末に組んでいる主要路線ですね、全部ね7月の早い段階にね振り返ようかなっていうふうに思っておりますので、 ANA のねステータス主要ね検討されてた方はですね、まだねあと丸々7、8、9とね3ヶ月ありますんで、 SFC 仕様、ダイヤモンド仕様等々をですね利用されてみたいという方はですね、ぜひね狙ってみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。